東京新宿区高田馬場から全世界に発信する遅いインターネットラジオ。この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを手がかりにタイムラインの正面全く読まない話題をお届けしてまいります。ということでね、今日もねメールの方から行きたいなというふうに思っておりますが、ケイト、これは大阪府のリヒョウズさん。宇野さんのダークナイトライジング表をお聞きしたいです。宇野さんはダークナイトライジングのラストでブルースがバットマンになることをやめてセリーナとの隠居生活を選んだことでどうお考えでしょうか。俺書いてんだよ、原子爆弾とジョーカーなき世界という僕の評論集があって、あれにね結構入ってる。あれってなんかこうダヴィンチで月1で連載していて、その月で一番僕が語りたい作品について1万字ぐらい書くっていう、そういう連載だったんだけど、その時がちょうど2013、4年ぐらいやってたのかな、ダークナイトライジングの公開タイミングで、でまさにね原子爆弾とジョーカーなき世界っていうタイトルの文章をそこに寄稿してるから、それ読んでほしいんだよね。今多分 Kindle とかでも読めると思うからね。まあなんかね、まあ、ダメな映画だよ。基本的にはダメな映画だよ。ダメな映画なんだけど、ちょっと好き。なんかね、何が好きって、ベインが好き。ベイン何がいいってね、ロリコンだよね、まずね。悪役の名前忘れたな、あいつ。なんだっけ、名前。黒幕のさ、女性のさ、忠実なしもべなわけじゃん、ベインっていうのはさ、名前忘れちゃったけどさ、もう少女時代から彼女をずっと彼を守ってきたわけだよね、あの教団の中でね。あれなんかある種のね、なんか白雪姫とリトルピープルの関係なんだと思うんだよね。ベインとさ、そのさ、黒幕のさ、女性とさ、戦いの最中にさ、別れるときにさ、さらば友よつよじゃん。俺あの瞬間、あ、これやってないなと思ったわけね。あれやっぱリトルピープルなんだよ、王子じゃなくてね。白雪姫は、リトルピープルたちがハイホーハイホー言ってるのは自分のこと好きだっていうこと分かってんだけど、もう絶対付き合う対象にはしないわけね。でもなんかチヤホヤされたいから優しくするみたいな、そういう関係なんだと思うんだよね。でなんかあのベインのなんかね、悲しさみたいなものが僕はすごい伝わってきて、あれが好きなんだよね。真面目な話はね結構ね、なんか批評の方に書いたから、まあそっちを読んでほしいかな。一言で言うとさ、僕ね、クリストファー・ノーランっていうのはダークナイトから前に最終的には進めてない作家だと思うわけ、物語的にはね。要はさ、なんかダークナイトっていうのはさ、昔ながらのね、古き良きアメリカの正義っていうのをこう信じているトゥーフェイス、あのハービー・デントとね、完全にもう善悪っていうものをすごい超越していて、別にまあ悪なんだけれど、別に特定の権力欲とかね、金銭欲とかそういうものはもう一切なくて、単にこう世界が燃え広がるのが見たいっていうね、なんか悪そのものが目的化しているジョーカーっていう新しいタイプの悪っていうものがあって、バットマンでその中間で揺れ動いてる存在っていう、そういう三層構造になってるわけなんだよね。ところがさ、なんかさ、やっぱりジョーカーを超えるキャラクターっていうのは、はあ、クリストファー・ノーランって結構埋めなくてね。で結局ダークナイトライジングっていうのはさ、バットマンのレイヤーとトゥーフェイスのレイヤーだけでこうね、構想が行われるわけなんだよ。で3層あった世界が2層になっちゃってるんだよね。でさ、それがさ、インターステラーとかだともう1層だけになっちゃう、もうトゥーフェイスのレベルしかないわけ。つまりこうバットマンっていうのはさ、なんか周りの人間からさ、あんたバットマンであることはちょっと面白くなっててやばいでしょみたいなことすごい言われてる人間なわけなんだよ。で実際にダークナイトの結末とかはさ、ジョーカーに対抗するためにさ、バットマンも結構悪に染まってくわけだよね。街中を監視下に置いたりとかね、そういうなんかレイヤーでは完全に消去されて、インターステラーってさ、最初のさ5分か10分でさ、ちょっと SF 好きな人だったらオチまでわかるじゃん。あの絶対さ、あのさ、主人公のさ、お父ちゃんがね、クーパーがね、スターチャイルドみたいな感じになってさ、娘にメッセージを送ってるってさ、まあちょっと SF 好きな人だったらなんか想像ついちゃうじゃない、なんとなくさ。でそこでさ、確認されてるメンタリティもさ、私パパのお嫁さんになるみたいな感じのさ、素朴なマッチョイズムだよね。男屋にありがちなさ、まあある種の支配欲だよね、娘に対してのね、あの父娘相関的なね、ちょっと近親感的なフェティッシュでさ、それ凡庸なんだよね。すごく凡庸のマチズモが冒頭に提示されて、それがすごく美しいものとして描かれて、で最後まで行っちゃうわけ。だからあれって五次元宇宙まで行ってるけど、どこにも行ってないと思うのね、インターステラーってね。であれはだからさ、まさにさ、古き良きアメリカの正義っていうかさ、古き良きアメリカのさ、マッチョイズムって不正っていうものをさ、どうすれば肯定できるかってゲームを戦っていて、あれトゥーフェイスの次元しかないんだよ。バットマンの次元すらないんだよね。じゃあインターステラー以降の結構ノーランどうなっていくかっていうとさ、もうさ、そうそう物語の追求みたいなのを結構やめちゃうわけね。どちらかというとね、ダンケルクとかね、テネットとかさ、なんか今さ、劇映画っていう20世紀に生まれた表現でどういう視覚体験とか、あの疑似体験を得られるかとか、知的パズルを表現できるかって方向に結構行ってしまっていて、劇映画っていう制度をいかにハックするかって方向に行っていて、物語の追求結構やめちゃってるわけね。でもなんかまああれはあれで結構さ、良かったり悪かったりするし、知的に刺激的なものもあるんだけれど、まあ僕はやはりこうダークナイトがやっぱある種の映画作家としての、物語作家としてのノーランの臨界点だったことはもう間違いないと思うんだよね。だからあの時に2007、8年ぐらいにね、バットマンシリーズっていう、まあ、巨大なね、固有名詞っていうのをどう受け止めて跳ね返すかっていうことを要求されたノーランが、まあ結果的にね、まあそうだ、ヒース・レジャーの開演なんかもあってさ、あの生み出した大傑作っていうのがダークナイトで、そこでなんか自分がね、掘り当ててしまったものからノーランって目をそらし続け
けて、むしろこう逃避することによって今のところまで来てると思うんだよね。まあそれはそれで結構今いい映画もあれば悪い映画もあってね、一概にどうこうって評価する気はないんだけれど、ノーランが今この10年で失ってしまったものっていうのは確実にあるよねっていうことです、一言で言うと。はいはい、ということで、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。身の回りで起きたことから人生相談まで幅広く募集します、お便りは概要欄にあるフォームから送ってください。それではまた次回よろしくお願いします。